クリームキャストちゅうことでやっていきましょう。さあやっていこう。今回はまあいいや、何のゲームでしょうっつったってさ、所詮あの YouTube のタイトルのところで何やるか分かっちゃうから。ハイルのロードに成功しましたっていうのは一回取り直したからですね。取り直しっていうかあのオフタイトルまでなんですけどね。やっていくぜ。燃えろジャスティス学園やっていきます。どうもアザラシです。カプコンプロジェクトジャスティス、こんなプロジェクトがあったのか。1年前、今和の氷が全国の高校を襲撃した事件を、これあれか、解決し、雨冠に包むと書いてる氷が、また繰り返しの日常へと戻っていった。日常へ。しかし今また学園に戦慄が走ろうとしている。この声あれじゃない、学園に何が起こったの、あれじゃない、あのブリブリザイモンの声の人じゃない、塩沢兼人かなんか読む。スクリーニング100億万ロンもカップのやつ。全然真似がうまくない。スクイーニング100億万ロン若葉ひなた。迫真感の絵はいいよね。絵はい、燃えろジャスティス学園。熱いねちょっとあの息抜きと、これあれなのね、なんかあのいろいろできる、キャラ作ったりできる。おまけ、とりあえずおまけ、感染やら、まあいろいろね、まあ、やるのは燃えろ熱血青春日記で良いでしょう。ボードゲーム一人でもできるっつって、一人でやりますよシェンムーも終わったんでね、初めからこれ20分来たらそこで切るけど、フレンズ一人でやりますよ。1対4がいいかな、1対コンピューター3人がいいかな。俺が一人人間で何パートになるだろう。名前どうする、感じないしな、四国アザラになっちゃうな。じゃあアザラシでいいや、アザラシでいきます。いやちょっと、アザラシってね、オッケー、行こう。これ単発になるのかな、格闘ゲーム用の、あアルファベット入れるってことか。自分でキャラエディットしたキャラで戦えるって楽しいよね。アザラ SHI よし、やっていくぞいろいろ選べますね。下道高校、下道で行こう。下道高校工業科、いかにも悪そうだな。下道高校工業科、俺どうだろうな。俺とはどういう生き物か。3つ、努力じゃないな、権力もねえな、謙虚さもそんなにないな。人生逆転よ、誠実だと思う、個人的に自分のこと。あと根性だな、愛ないな、根性だな、打情もあるけどな。根性だな。 OK、 何パートになるんだろう。単発じゃないよなこれ、絶対ちょっと長いよね。まあちょっとお楽しみください。どうすりゃいいんだよな迷っちゃうじゃん。これでいこう。髪型の選べなさよ一番アザラシ感あるのどれだろう。アザラシ感ある、これはアザラシ感あるけどな
これでしょうね。いやでもな、いかにもキッズっぽいな、キッズっぽいな、これ選ぶのはキッズだな。どれもキッズじゃないか。これでいこう。新しくあるわ。ただこれが気になる、ここがカラーが気になる。はあな、これってのがないな。鼻でヒゲがあるやつねえかな、ヒゲ。どれもピンとこねえ。これいいや、1でいいや。これこれなんかいいな。よくあるオメガの、よくあるオメガのやつがいい。ショボンのやつ、ショボンの口のやつ、これが近いけどな。これにするか。これにするか。ランダムかな、ランダム、ランダム、ランダム。よし、やってみましょう。うい、めぐみ、アザラシ、リュウ、アヤメ。女が2人いるな。いいんだよな、これで。あんま覚えてねえぞ。なんかパラメーターを上げたりね、技を覚えたりしたような気がするけど。さあ、やっていくぞ。ルール、いい、いらないな。もう面白いもんな。下手したらこれあれだぞ、人生ゲームより面白いからな。で、ちょっと恋愛シミュレーションゲーム的な要素もある。キャラと仲良くなっていくっていうな。はいはい、あんまりできることなそうだ。とりあえず移動。 HP マイナス2が大きいかな。いや、マイナス2ぐらいどうってことだね。なんか大きな目的があった気がするな。とりあえず社会、社会さん取ってみるか。社会さんかな。ほう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 。これビングを見るとなんかあったような気がしますね。また10リカさん、技を覚えたのか。めぐみ10マス、バトル、ニューコードアップ、パートナー。まあ体力まあるし、また5だ。ビンゴ表見てみます。ああ、これ欲しいね。奪ってみるか。と戦ってみる。戦うと、ああ、そうか、戦うっつってもこういうバトルか。攻撃ゆっくりは強いけど。あ、勝った、勝ちだでしょ、ほら。男には容赦ねえのよ。こんな感じで、こんな感じでいいのかな。男には容赦なし。そこのこのマスにいる女の子のキャラと仲良くなっていきたいですね。そこにいなくちゃダメなんだと思うけど。空中なんたらのどうたら。ターニングポイント、俺が圧倒的に勝っている。戦闘を仕掛けられたんだが。コンピューターも容赦ねえな。
あ、補給が入った、勝ち。え、勝ってる。勝った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 。視力低っ。視力低っ。有効度持ってもしょうがないでしょう。カード。サンマス有効度パートナー。せっかくなら有効度アップ取ってみますか。あと パートナー漁夫の利を得たね。漁夫の利っていうのかな。2マスが欲しいな。この委員長だったと思う。委員長と仲良くなれ なれねえ。可能性としてはこことか。あ、いいね、ここか。ここで行きましょうか。数学さんビンゴ揃えたいね。なんか多分なんかあるから。やだ、俺が仲良くなりたい委員長と仲良くなりやがった。この男野郎め、男め、リュウリュウ。面白いな、面白いなこのゲーム。やっぱりあの一人じゃなくて大人数でやっても面白いんだろうな、きっとな。誰か一緒に。お、届け物単位50ポイント。ほう、まあまあまあ大きく移動していこう。8。あ、行けるとこいっぱいあるぞ。例えばまずこれ、英語が埋まるね。数学、あ、数学もいいね。英語と数学どっちがいいんだろう。まあ上から埋めていくか。なんか美術のところが光ってるし、まあいいでしょう。まあちょっとあのこのゲームルールあんまり把握してないから。手取り足取りじゃないな、なんつやんかな、手取り足取りじゃない、手探り状態で。手取り足取りと手探り全然違うじゃない。ロベルトはパートナーに、誰と仲良くなるのがいいかな。レベルダウン、潜在能力、怖そうなカードをお持ちで。ここ取られた。お、できればこの美術2が光ってんだ。ここ行きたい。3マス移動。あ、3マス移動いいじゃん、それ使おう。バトルカードいらないっす。で3マス移動使ってみましょう。3マス移動ほいで、ここ取ってみるよ。いいんじゃないの、いいんじゃないのこれ。全然リーチとはほど遠いけど。単に50ポイントゲット。さらにボーナスマスはそこ。最終的にこれ勝つみたいな。単位ポイントの多い人になんかボーナス入ったりするんだよ。今ハートマーク出たね。今ハートマークみたいなね、ここ。単位ばっか取りまくってるから、キャラのステータスが全然上がってないっていうところでちょっと不安はある。不安はありますが、いや、サクサク進んでいくね。ここらでちょっと大きく移動していこう。10来い。6。社会1はどう。あ、社会1もか。延々単位取りまくってる。これはいいのかな、これはいいのかな。単位取ってるだけでステータスが上がってないでしょ。この辺で戦闘仕掛けられると単位ごっそり奪われそう。二人パートナーにしてる。必殺技を覚えるのはまあ結構だけど、序盤でそれは良くないんじゃないかな。7ラブ&ピースを覚えた。ほう、格闘ゲームをやるつもりでこれを選んだのに、ただボードゲームをしている。取れる単位は下のところにある国語1。国語1はどうなんでしょう。
あ、国語一問どうなんだろうな、単位ばっか取ってるな。これで理科4取ったらビンゴだ。うん、どうなんだろうな、どうなんだろうな、これでいいのかな、これでいいのかな。やり方よく分からずにやってる、よく分からずにやってるし、仲良くなれない人と勉強ばっかしてる感じですね。青春の1ページは勉強だけで埋まってしまう感じになってる。それ寂しいことだよ、ちょっと。そればっかりが青春じゃない。青春シャンションショー、え、新春シャンションショー、もういいや。新春シャンシャンソンショー、シャンソン。理科、理科なんぼかが欲しい。必殺技取りに行くか。ここ行きますかね。え、これもか。あ、これは特にあれか。これ誰がいる、視点変更か。あ、これ敵さんか、キャラかと思った。まあ必殺技ないの悲しいから、ここ行こう。技、技伝授。エッジの2プラトン技を俺にも教えてくれよ。あれをか、自慢じゃねえが、あれはスピードが命だからな。毎朝10キロ走り込まないと覚えんのは無理だ。エッジも走り込んだりしたのか、からかわれてる。2プラトン技、地獄かな。このコマンドに装備する技を選択できます。何が何やらよくわからんのだが、ぶちかまし、よし、よしよし、いいでしょう。 HP0 になると休みなんだ。20分来たら切りますよ。20分来たらあれにするから。こいつすげえな、大、あの学生ライフを満喫してる男を特会引っかいだ。あやめとか言ったか、ね、いいネタない、こいつも男を上司は回せてやがるな。え、俺は勉強して男の人と仲良くなって、一方俺は取れるのないな、取れるのないな。あ、英語1がある。どうなの？あ、ダメだ。必殺技でも取りに行ってみるか？ここかな？技伝授。スープラトン技。ヒョウさん、俺にあなたのスープラトン技を教えてください。もう取り承知しています。これはどんなことをしても、残酷斬りを習得したいんです。わかりました。ヒョウさん行きます。残酷斬りを覚えた。スープラトン技だって覚えてもあれか。あんまりあれか。ふん。醜い争いをしているコンピューター同士が。理科4を取っていった方がいいね。これは。いざ戦闘を仕掛けられた時に負けちゃう。早めにステータス上げておかないとってことかな。あ、もう19分になる。次のターンのところで一旦終了ということにしましょう。サンマス移動。俺ど、俺どじゃん。卑劣なり。相手はしかもステータス高い。あ、俺勝った、よかった。何が奪えるんだろう。単位別にいらんですな。パートカード、有効度、日向の有効度奪おう。日向って誰、
あ、なんか最初に出てきたか、オープニングのところで。パートナーのカード、ゴマ水道カード。ゴマスカードあるから嫌ね。ちゅうことで、ジャスティス学園実況のパート1でした。この続きからパート2を始めますので、もしもよかったら、パート2も見てください。ほなまた。